皆さんこんばんは、積極オチナウです。ご覧ください。今富山にいるんですけど、なんと映画ハリボテのお二人と密談をしておりますいや本当に私は富山でハリボテを見たいなと思ったら、はい、なんと恐ろしいことに富山県知事選があったから見れないんですよね、聖地巡礼をして。そうハリボテいつからまた富山では見れるんでしょうか。ちょうど今週の土曜日、はい、10月31日からですね、はい。今回のこの県知事選が終わった後からハリボテを見る展開に富山の皆さんなると思うんですけど、はい、これは、はい、今回の知事選の前と後で、多分この映画の見え方って変わると思いますだからもし前に見てる方がおられたら、この県知事選の結果を見た上で、はい、もう一回見てもらうっていうのもありかもしれないですね。ありかもしれない。通な楽しみ方かもしれないです。なんかじわじわ来る感じですね、そしてそうですね、結果的に県知事選挙があったので、政治に対する関心が高まったタイミングで上映になるので、それはどんな反応になるんだろうっていうのはすごく気にはなりますけど、投票率がね本当に 60% 超えで、私も野獣馬じゃないんですけど、はい、政治アナリストという仕事をしているので、この激戦の富山県知事選の取材に入ったんですけれども、まあ凄まじく熱戦でしたね。でも趙さんの分析は素晴らしかったですよね。ありがとうございます。もう事前の分析通りに全てがいや、言葉運んだんじゃないですか。いやでも一番衝撃的だったのが、若い記者の方々と現場で取材現場で知り合うんですけど、はい、こんな激戦な選挙を取材したことがないんで、選挙取材ってくたびれますねって言われていや激戦の選挙やったことないんですかとかってなかなかこうもうずっと何ヶ月も知事選取材をやっていて、一番ピーク最終日の頃、一番ピークだけどまだもう一日あるということで、最後にハリボテの何かこのシーンとか何か一言ずつ、今全国で上映されている全国のハリボテファンの皆さんに、じゃあすみません。なんだろう、このシーンがおすすめっていうところですか。いやもう映画全部でもいいですよ。もうこれここが詰まってるとか、なんだろう、急に思いつかなくなったもう完全にオフモードになってます。オフモードになってます。はい、まあそうですね、やっぱり硬いドキュメンタリーじゃないので、はい、実はコメディーですので、はい、楽に見られるので、特にやっぱり若い人たちに見てもらいたいんですよね、はい。まあ、今回富山県知事選投票率上がりましたけど、はい、本当にやっぱりきっちりこういったことを見てもらわないと、無関心だったり諦めていると、とんでもないことになってますという映画ですので、だけどコメディーですので、はい、楽に見ていただきたいなと思います。でもこれフィクションじゃないんですよね、フィクションよりもフィクションっぽいんですけどノンフィクションです。ノンフィクションです。そういうハリボテです。ぜひ皆さん、全国の皆さんもハリボテご覧ください。富山の皆さんもまた上映が、そうですね、迫ってきました、はい、迫ってきましたでは今日は富山からお送りしました。チャオです。